皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。代表ゆきびやです。今回ですね、この背景結構見覚えある方多いんじゃないでしょうか、なんていうのもあれなんですけど、トミカミニカーシリーズですね。超久しぶりの投稿です。はい。でですね、今回また初回生産版のトミカを、またっていうか今回初かな、紹介したことないですね。 S13 紹介して、通常版のハイエース紹介して、で、まあ、ホットウィルとかその他もろもろ入れても、初回版のやつを紹介したのは初だと思うんで、まあ今回初ということでね、紹介していきたいんですけど、まあ、早速見せるんですが、はい、じゃん、こちらです。今回紹介するのは、トミカ74番ですね。このキラキラってちょっと光ってるとこに、このなんかすごいかっこいいですね、今回シールは。トミカ50周年アニバーサリーニュー2020と書いてあります。はい、74番の BMW Z4 ですね、の初回特別仕様、白ですね、これ。でサスペンション、ソフトトップ脱着が、ギミックになってます。61分の1スケールですね。はい、まあ、トミカだからといって64分の1スケールっていう風に限るわけじゃなさそうですね。はい、裏面こんな感じですね。はい、こうなってます。まあ、毎回のごとくね、この横面のここがすごいビチビチなんだよね、初回特別仕様ってね。まああとはね、まあ代表ちょっとこの個人的にこういうの綺麗に貼ってないとってあれなんで、こういうの綺麗に貼ってあるやつを選んで買ってきたんで、まっすぐあらさってますけど、まあお求めの方はちょっとずれてたりするかもしれないんで、そこは、まあしょうがないのかなと思います。で今回代表ね、2台買ってます。はい、というわけで1台開けて、まあ、1台コレクション用かなっていう風にしてるんで、1台今回ね開封していきたいと思います。はい、じゃあちょっとね、箱の方早速開けていきます。これもね、新品のままなんでビニールとかついてるんで、ちょっとこれから剥がしていきたいと思います。まあもちろんですね、今回使うのは、あれないな、あーあったあったあった、はい、こちらね、カッターナイフ。今回はちょっと長めと短めで2本用意してます。はい、じゃあ早速ね、開けていきたいと思います。一回ね、このビニールがね、結構ギチギチについてるんでね、はい、まあ、ちょっと取りにくいですけども、で今回ね、長いカッターも用意した理由がですね、ここの箱の開け方、まあ前にも一応シルビアの時とかハイエースの時も一応は教えてはいるんですが、こんだけね長めのやつを用意しまして、こうちょっとねツーって入れて、こう反対側に、うまいことやないでないですね、反対側に出して、ちょっとこっち側に手前に押し付けながら引っ張ってあげると、まあ、よくねこういう開け方する人ですよ。これだとここのビラビラの部分がね、あ、ここ見えないね、ここのビラビラの部分がベラーってめくれちゃったりするんで、まあ、ここをねこう全体的にもうそのままクッと引っ張るような感じでカッターをこう入れていただいて、パコッとね引っ張ると開くんで、はい、あとミカマークもついてますね。じゃあ早速ね、開けていきます。中身ね出していきますね。はい、おお、あ、今回もなんか紙が入ってますね。福袋プレゼント、はい、福袋ですね、シリアルマンバーついてます、まあ、これは大丈夫ですね。はい、じゃあ早速こんな感じですね。また随分とこうかっこいい感じですね。あ、すごい、ちゃんとエンブレム周りも作り込まれてますね。今回ちょっと見た目が結構かっこいいですね。はい、ボンネットも地味にちょっとボコッとしてる感じで、ソフトトップなんですね。はい、でこれ脱着可能って書いてあったんですが、まあ、新車なのでね結構硬いです。はい、まあ一応取るとねこんな感じになってます。今回割とこの穴が目立たないんで、結構かっこいいかなと思います。これでねちょっとカスタム勢はちょっと車高下げたりしたらかっこいいんじゃないかな。
はい、まあ、今回ちょっとね代表あの金銭の問題でですね、ちょっと箱の Z4 の通常仕様を手に入れれなかったので、まあ、通常仕様はね手に入れたら後ほどまた時間あれば紹介していこうかなと思います、はい、今回ね初回版のみということで、でこんな感じにねこうかっこいい作りになってますね。まあギミックもそんなサスペンションと脱着だけですけど、サスは結構下がるみたいなんで、本当にカスタム勢にはもう純ベタでもおすすめぐらいですね。はい、でスポーツタイプの車なんでスポーツタイヤですね。まあ、結構いい作りになってます。お、今回も印刷がありますね。はい、あ BMW って書いてますね。でベトナム製になります。最近ベトナム製多いね。でフロント側のシャーシはバンパーがで隠れてるんですけど、リアはもうこの顎の部分がもうシャーシになってますね。はい、まあ、カスタム勢の方はここに傷つけないように注意して開けてもらえば、まあ、ドリルとか使えばね簡単に開けると思うんで、はい、で今回ねなんかちょっと凝ってまして、このウィンドウのこの枠ちょっと分かりにくいんですけど、このウィンドウのこのオープンカーのトミカってだいたいここのウィンドウってパコってつけて終わりなんですけど、今回黒く塗られてるんですよね。こうしたらわかるかな。ちょっとこの辺縁黒く枠取られてるんですけど、今回こうやって窓枠が塗られてるんでちょっとクオリティ高いです。はい、まあねこんな感じにできてますっていう感じでですね、はい、見てみました。ということでまたねちょっとこれを戻してですね、はい、でね Z4 も前回一度まあニキビファクトリーでは紹介してないんですけど、あのタカラトミーの方では、前回ね一度 Z4 の方出してるんですよね。この1個前の方出してるんですけど、まあ、その時よりもねクオリティ高いかなと思います。今回ちょっと代表もびっくりですね、このクオリティは。はい、まあ、コレクション入りしたいと思います。今回ねちょっと7分半ぐらいでちょっと早いんですけど、まあねあの Z4 ね1台の紹介ということで、今回ちょっとおまけの車とかはあんまりないんですけど、この短い動画でちょっと紹介の方終了したいなと思います。はい、では今回はこの辺で終わりにしておきます。それでは代表ユキビアでした。次回の投稿もお楽しみに。いずれは GR スープラの紹介もしたいと思います。まあ多分次回になるかな。それではお楽しみに。代表ユキビアでした。バイバイ。